ちは、キョガツです久しぶりの投稿になります。コロナウイルス皆さんどうですかね。えすごいもう世間は騒いでますよね。まあキョガツスポーツジムも大打撃を今受けておりますね。はい、お客さん休会とかですね、やっぱり大会される方も出てきました。またコロナが落ち着いてからというような意見がたくさんありましてね、整骨院の方も患者数がねどんと目に見えて減りましたね。やっぱり皆さんコロナを警戒されてるんだと思います。はい、やっぱり体鍛えてる方はね、消防士の方もおれば保育士さんもいますのでね、私がうつってしまうとあかんということで、はい、警戒されてる方もうそれも重々わかりますんでね、気になさらず休会、大会、そしてまたコロナがね落ち着いたらまたご入会お待ちしておりますんで、気を使わず大会休会してくださいませ。はい、で私はここせやな 2,3 週間ぐらい前から左の下腹部がですねキリキリと痛い、まあ鈍痛というかなあこれっていうような感じでおって、とうとう先週下血、ちょっと血が混じってるような感じしてですね、で便検査もして、今日本日堺市立総合医療センター、2日前に行ったら大げさに車椅子まで乗せられまして、 CT とか撮って、まあもし出血が大腸からしてるっていうんであればね、貧血にもなり得るっていうことなんで、そんなを徹底的に調べてもうと血液検査もして、要は炎症、そんなまあがんとかでしたら、白血球の値がね上がってたりしたら炎症反応出てるいうことでね、なんと CT も血液反応も全く正常で、けどその下血は何やったのということで、もっと詳しく調べましょうということで、人生初の大腸内視鏡ですね、要は肛門からですねカメラを入れる、で口からは、胃カメラを飲む、まあ口からの胃カメラはね若い時にも一回飲んだことあるんで、まああれもしんどいんですけれど受けたいと思います。はい、はですね、お腹の左のお腹の下腹部が痛くて、堺市立総合医療センターに検査しに来ました。はい、前日絶食です。はい、けどもう普通に夜10時から絶食やったんで普通でしたね。ほんで朝起きてからモビープレップ、なんやろ、要は便を模様を2リットル、袋を潰して2リットル入り水入れてですね粉混ぜてみたいな、それを飲んだわけなんですが、まあほんで内視鏡検査ですか、
なんとですね、簡単に言いますと、もう二度と受けたくない、舐めてましたね、こんなにしんどいものかっていうね。まず大腸内視鏡検査、要は穴開いたパンツ、破れたパンツを履いて手術台に座って、ケツの穴、肛門から、まあ、管を入れて、そんなしんどないやろ、初め入れると気持ち悪いぐらいかなって思ってた。なんのなんの、空気も入れられて、もうね、なんちゅうやろ、圧迫感、満腹感、満腹感、ほんでおならも我慢しなさいみたいな感じなんですが、まあこんなに苦しいかいうぐらい腹がね、救急でした。